皆さんこんにちは。すいません、開始時間が10分ぐらい遅れてしまいまして申し訳ないです。新年1回目の配信になります。今日で9回目になりました。世界とつながろうレッツグローバル教育。はい、私はバリに戻りまして、今日はですねフィジーと日本とバリと3カ国をつなぎましてお届けしていこうと思っています。はい、ではですね早速ご紹介していきたいと思います。フィジーの旅行家長崎ゆうまさんです。ゆうまさん、自己紹介をよろしくお願いします。はい、ゆうまと言います。今フィジーという国に住んでいます。14年目を迎えました。もともとそうですね、今はですね英語学校の校長をやっています。カラーズという日本から留学生が、多く来る、学校なんですけど、そこで、英語プラスライフスタイルというのをこう教えるみたいな、そういう学校の運営をやってます。あとは、フィジーの、ゆるいこう感覚を記事に、書いたりだとか、本を書いたりだとか、講演をやったりだとか、そういう生活をしています。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。私もこの本読ませていただきました。世界で一番非常識な幸福論、面白かったです。それなんかもう本当日本の常識は常識じゃないって本当わかりますよね、この本を読むと。めっちゃ面白かったです。皆さんぜひ。本当は変わってる国だってねいうふうに思いますけど、特に面白い、なんかあんま南国の情報ってフィジーにないなっていうふうに思う。もうシンプルすぎて、なんかあんまり記事にならないけど、意外と今の時代に必要なことが南国にはあるんじゃないか。そういう発信をやってます。はい。確かに。なんかそんなに、やっぱ暑いからかな。そんなキチキチしてないですもんね、南国にいると。そうそう、別になんか、働かなくても、その辺のバナナとか別にマンゴーとかしてるやつ拾って食べてたら生活できる。確かにできちゃうんですよね。そう、一緒一緒、うちも庭にバナナとかなっててびっくりでした。そうそうね、面白いですよね。じゃあ早速ですね、ゆうまさんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はい、まず最初の質問なんですけれども、幸福度ランキング、世界の幸福度ランキング1位のフィジーに14年住んでらっしゃるんですけれども、なぜもそもそもフィジーという国を選ばれたんですか？あ、そうですね。結論から言うと、フィジー人みたいに幸せそうな人たちっていうのを、初めて見たっていうね。この国に移住すればですね、僕も幸せになれるんじゃないかって、そういう安易な発想で移住したっていうところが結論です。で、もともと大阪で大学を卒業してからサラリーマンをやっていて、で、人生長いんで、大阪でずっといなくても、どっか別の町に住むっていうこともいいよねというふうに思って、で、当時2004年でしたけど、世界住みやすい街ランキングっていうデータがあってですね、それ当時はですね、オーストリアのウィーンが1位だったりとか、カナダのバンクーバーが強いとか、オーストラリアのメルボルンだとか、そういう街が強かったんですけど、だからそういう街に、じゃあ住みやすいと、太鼓判を押されてるんであれば行ってみようと思ったんですけど、例えばウィーンってこう音楽の街ですと、僕音楽あんま関心がないんですよね。だからそこに行ってもあんまり楽しくないんじゃないかとか、カナダって寒いじゃないですか。寒いの苦手だなとか思うと、そのランキングって僕向けのランキングじゃなくて、いろんな指標でね、まとめられてるデータだと思うんで、じゃあ自分が住みやすい街っていうのをこう探してみようみたいな、そういう旅を2年間かけて、80カ国ぐらい回ってですね、移住先どこがええかなっていうのを探してました。で、フィジー人に旅の、プロセスの中で出会って、今までいろんな国行ったけど、この人たちが一番幸せそうやなっていうね、How to be happy みたいなことをこの人たちから
学べるんじゃないか、まあ、そういう移住のきっかけがありました。なるほど。じゃあもうその世界一周の旅は移住先探しとほぼ一緒っていうことですか？いや、本当そうでしたね。だから大阪よりええ町どこやろうみたいな、なんかそういう旅、日本も今最近の住みやすい町ランキングって世界一位は東京なんですね。だから日本の町が最近はすごい強いんで、まあそりゃそんな住みやすい町に住んでたらなかなかそれを超える町って出てこんわなって、まあ、後から来て、ね、今10年目を迎えました。そしたらですね、その日本とのフィジーの違い、一番違うところってどこだと思いますか？そうですね、なんか、まあ本にもいろいろ書いたんですけど、まあ本に書いてないことで言うと、まあものすごくこうシンプルな話ですけど、時間が大きく違うなと思います。まあ、インドネシアも多分そうだと思うんですけど、日本じゃ時間ないじゃないですか。ものすごくこう忙しく、スケジュールをガチガチに詰め込んでというか、なんかそういう仕方をしてますけど、まあ南国の人たちはものすごくゆとりがあります。だから、まあ、フィジーの人たちが言うには、いや、日の出から日の入りまでめちゃくちゃ時間あるやんけと。なんでお前忙しいんやってね。なんかそういう感覚ですよね。でも実際そうじゃないですか。日の出から日の入りまで大量な時間確かにあります。何にもしてなければ、なんか苦しくなるぐらいの自由時間があって。だからそこの感覚が多分一番違うんだろうな。何をやるにしても、なんか時間的余裕がある状態で活動するのと、そうじゃない、なんかもう多忙でスケジュールがパンパンに埋まってる状態で何かやるのだと、なんか気持ちの持ちようもいろいろ変わってくるんだろうな。日本だとトゥードゥというか、もう一個ずつこう最初はやりたいことでスケジュール入れてたのに、なんか途中からこうやんなきゃいけないことっていうか義務をなんか一個ずつ消してるみたいな、なんかそういう作業的なものに移っていくような、なんかそういう気分の違いがあるかな。まあフィジーだと本当1日1個ぐらいに1個タスクを入れていて、まあ1日1個のタスクだと結構こうやりたい気持ちになるというか、なんか処理していってる感覚ではなくて、それを大切に、しようっていうふうに、モチベーションが高いまま、その作業ができるななんていうふうな思ったりします。確かに、まあ、私もこっちに住んでてあんまり予定を一日のうちに詰め込まないんですよね。なんでかっていうと予定通りに進まないから。そう、日本だと業者さん何時に来ますとか言ってその時間にちゃんと来るじゃないですか。こっちだといつ来るか分かんないみたいな、今日来るって聞いたけどなみたいな。そうだから、なんかその詰め込んでても無理なんですよ、その、これ終わらせてこれ終わらせてみたいなのが無理だから、なんか自分一人で動くんだったらまだしも、誰かとってなるとあんまり予定を詰め込めないなっていうのが実際だったりしますね。確かに、だからまあ時間の感覚がこう緩いっていうことが、まあそれが好きな人とやっぱり僕はどちらかというと日本人はスケジュールがたくさんあることで安心してるというか、自由時間に対してあんま慣れてないっていうのがあると思うから、なんか詰め込んでる予定がある方が安心できる。逆になんか自由時間があると、なんかなんていうのかな、罪悪感を覚えるというか、なんかそういう国民性があるようには思ったりします。確かにそうですね。なんか逆に暇すぎるとどうしていいかわかんないみたいなところあったりしますよね。だからなんか、まあそういう暇にこう慣れていくというか、例えば老後になると時間ってやっぱり多く持てるようになると思うんですね。だから、で、体もあんまりこう健康じゃなかったりするとこう動けなかったりして時間だけがこう溢れてるっていう状態になっていく。だから急に老後になってそういう状態になっても自由時間をうまく出せないから、だからまあフィジーなんかでこう若い時に来てて、圧倒的な自由時間にこう溢れる状況っていうのをこう味わってですね、
それを攻略する術みたいなことを学んでた方が、うん、なんか、にもなんのかな、なんていうふうには思ったりします、ね。そうか。なんか、あれですよね。日本人って結構もう、すごく頑張って、働き詰めに働いて、老後、やっと休めるって感じになるでしょうね。その、現役時代は、ほぼ自由時間のない中で暮らしてて、いきなり有り余る時間をゲットみたいな、それは人生のボーナスなのか、何なんでしょうね、やっと来た時間なんだろうなのか。確かに、だから、まあ今、その時間軸をうまく動かしていくっていうね、その昔は当然、こう60歳、65歳まで働いて、ずっと働いて、でそこから20年、30年、定年後の生活が始まるっていうね。でも今はそこをすごくこう40年働いて20年じゃなくて、例えば4年働いて2年休む、4年働いて2年休むとか、まあ4ヶ月働いて2ヶ月休むとか、まあパズルのようにこう組み合わせることができる時代になったと思うんで、あそこを どうやって自分に最適化させていくか、なんかそこが大切なんだろうな、なんていうふうには思いますね。本当ですね。そういう働き方、今、できますよね、実際。だし、結構、欧米とかだと、ね、長い休みを取ったりとかも普通にしてますし、日本も結構そういう働き方にシフトしていったらいいですよね。うん、なんか、僕自身はやっぱこう、特に30代、40代っていうのが、ものすごくポイント。僕43歳なんですけど、30代は人生において一番時間がない時期だと言われます。40代は一番こう幸せがないというかこう不幸な状態にある時期だと言われてます。その30代、40代ってとにかく時間もないし、なんか幸せ感も得られないし、まあ働き盛りだし、子育て盛りだから、それがバッティングしちゃって、ものすごい苦しい。ここをなんとか乗り切ろうみたいな。なんか我慢の時期みたいな、そういう感じするんですけど、僕は逆に、なんか30代、40代に圧倒的にこう、幸せを得て、時間を担保するって、まあそういうことができたら、なんか60代以降につながっていけるんじゃないかなと思っていて、だからまあ仕事をするっていうこと、特に30代、40代やっぱ仕事が忙しい、働き盛りだから、そのボリュームをこう下げて、時間をうまく作り出して、60、70ぐらいから働き始めるみたいな、なんか そういうシフトがうまくできたら、なんかいいんじゃないかな、なんていうふうには思ってたり、します。まあそういう実践として、例えば40歳になった時に、僕40歳の1年間っていうのは仕事を全くしないで、1年間家族と向き合うっていう時間を取ってました。なんか、時間をうまく前借りするというか、60代、70代であり余るであろう時間を今に前借りする、して、40代をもう人生のピークにしてやろうみたいな、なんかそういうイメージで生活してます。面白い。ほら、やっぱ子育ての子供が小さい時期に、お父さん忙しい、お母さん忙しいで、なんかこう、関われないと、家族のなんかこう、そう。つながりというか関わりがすごい薄くなっちゃって、なんかそこをなんか逃しちゃうと、その後もなんかね、思春期とかの、なんというか、親子関係がうまくいかないのかな、みたいなのは感じたりしますよね。いやー、めっちゃ共感する。だから今、僕、子供が5歳と2歳なんですけど、まあ今こそが本当に大切な親として関わるべき時期。なんかそういう親力が問われる時期だから、どちらかというとこう、まあ親業をやっていて仕事をしている時間があんまないよねっていう、なんか そっちの感覚の方が強いかなと思ってます。で、最近なんかいろんなところでこう話をしてて、メモリー資本主義っていう言葉を勝手に作って発信してるんですけど、なんか思い出とか記憶ってめっちゃ価値があるなっていうことに最近気がついて、例えばこう、人生で一番大切にしたい思い出って、ユミさん、何ですかね？あります？この記憶、絶対消されたくないみたいな。難しいですけど、でも、
まあ、やっぱり自分の中で思い切ったとか、私はあの世界一周とか行ってたんですけど、まあ、例えばそういったこ とか、そうそうそう、はい、まあね、大きな仕事やったこととか、そのあとですかね、はい、この世界一周したじゃないですか、ユミさん、その記憶をあの誰かからこう買いたいですって言われて売らなきゃいけないとした時に、いくらで売ります？あの売ったらもちろん記憶がゼロになる、デリートされるんですけど、あ、それは絶対売りたくないですね。値付けするとしたらいくらにしますか？本当に売りたくないですね。もう買えないぐらい高くします。そうそう、本当だから、みんな、うん、これいろんな人に聞いたんですけど、予約すると、もうとにかく嫌なんですよ。嫌だ嫌だ。もう一度も嫌なんですよ。うん、で、ということは、でも1億円稼ぐのって、正直めっちゃ大変じゃないですか。でも、1億円の価値を持つ、自分が主観的に1億円の価値を持つ企画であれば、まあ、なんとか頑張れば、ああ、作れるよねって思って。なるほど。なんか、僕、そのお金を稼ぐって、だからコスパ悪いなと思って、思い出作った方がコスパいいなっていうふうなことを考えていて、確かに。で、今はまさに子供が5歳、2歳で、あの、いろんなこう変化がある中生きてて、すごい思い出を量産する時期としたら最高の時期で、だからお金を稼ぐっていうことよりは、メモリーをこう荒稼ぎする時期として、今そこに自分の時間を、労力を突っ込んでいってるみたいな、そういうなんか、メモリー資本主義を生きてますみたいな、そういう話したりしてますね。面白い、本当。ね、なんかその価値、自分の思い出っていうものの価値は自分でしか決めれないけど、なんだろう、それを稼げるのも自分しか稼げないですもんね。そうそう、なんか、だからお金はやっぱ客観的な資産というか、あの、誰が見てもその価値があってっていうものだと思うんですけど、まあ、これからやっぱ主観資産、自分がはそこに価値があると信じられているものをどれぐらいこう持てるかみたいな、なんかそれがすごく大切で、日本人はちょっとそれが苦手なのかなって思います。自分でこう根付けをすれば、定価ってあるじゃないですか、定価を発見したのは日本なんですよね。だから自分でこう値段をつけるっていうこと、多分ユミさんと海外あの旅してた時にいろいろ値段交渉したと思うんですけど、だから日本人はこう値札がついてないとすごい不安になるって、ここでいかほどのものかをこう見抜く目があんまり養われてないね。だからこそこうお金、誰もがこう評価するものに頼りたくなっていくっていうところがあって、でもやっぱお金の一本足打法ってきついと思うんですよね。そこにしか価値を見出せない、厳しくなっていくんじゃないかなと思います。だからまあ日本人はよく背金主義とかな、お金をすごい崇めすぎている。まあ、タブーとして何かこう、あなた貯金いくらですかと語ることはあんまりしないですけど、やっぱり、逆にですね、お金を崇めている部分があると思うので、そのお金の、に依存しまくったことをこう打破していくためには、他のいろんなこう主観的な基準っていうのをこう作っていくっていうことが、まあ、お金の弱体化っていうか、相対的にお金の自分の中での価値を減らしていく手段なのかな、なんていうふうには思っています。面白い。ちょっとコメントを紹介していきますね。なんかうちの夫から来てます。フィジーへの移住は結婚する前ですか、結婚した後ですか？先に単身で、来てます。で、フィジーで会った人と結婚してます。で、僕は奥さん日本人ですけど、奥さんの方がフィジーなんですよね。僕はどちらかというと他の場所にもう移りたいねと思っていて、移ろうと思ったんだけど、まあ、その時に奥さんがフィジーで、起業することになって、まあ、起業しちゃったよと。で、じゃあ別のところに移れないねってなって始めたのが、そのトリプルライフっていう3拠点で生活するっていう考え方でして、僕はもうデンマークに移ろうかなと思ってたんです。
ですけど、シティに残る必要性がそこで生まれたので、じゃ あ3曲目、ね、を作ろうかみたいな、そういう流れで、ちょっと後ほどそのデンマークをなぜ選んだのかもちょっとお聞きしていきますね。シュネエリちゃん、こんにちは、見に来たと言っていただきます。自由な時間を攻略するとは面白い発想。うん。うん、自由時間の。その自由からの闘争ってね、まあそういう本が、フロムが書いた本がありました。やっぱりこう自由がバーンと与えられた時に、そこから、そこをなんかこう、そこに中に浸ってですね、ああ幸せってこういうもんなんだみたいな風にやるのがやっぱりちょっと苦手なのかなっていう、日本の方はと思うんで、まあ、フィジーっていうのはすごいそれを学ぶ意味でいい国だと思います。他の国よりもそうですね、見どころがたくさんあって観光名所がたくさんあって、やっぱりこうバタバタとしたそんな場所を巡る旅になっていくと思うんですけど、フィジーはまあやることないんですよね。ないからこそ、じゃあその芳醇な時間をこう堪能する、なんかそういうアンテナが磨かれていくような、なんかそういう旅ができると思う。ぜひ今コメントくださった方はフィジーに来て、暇やなっていうのを体験してもらえたら。暇やな。でもすごい贅沢ですよね。暇やなっていうのを堪能できるというのは、うん、贅沢なことですよね。いや、本当、なんかこう忙しいっていう状態って、なんかすごいイライラしがちじゃないですか。なんか例えばこう子供が朝学校に行く前になんか時間に遅刻しそうになると一応バタバタしてですね、早く早くっていうことを言ってですね、で子供が例えばそこでせっかく入れた水筒の水を倒してですねこぼしたりするとめちゃ注意しちゃうんですよ。何やってんだって、何やってんだって注意するんですけど、別に水倒しただけなんですよ。そんなこと絶対あるんですよ。忙しい時ってなんか心にこうトゲがある状態を作り出してるというか、たわいのないこともこうなんかイラッとしてしまうっていう、うん、だからすごい心にとって毒だなと思ってるんで、なるべくこう忙しいっていう状態にこうならないように自分自身タイムマネジメント、まあ、スケジュール帳のホワイトニングって僕は言ってるんですけど、まあ、スケジュール帳をなるべく真っ白にしとくっていう、なんかそういう心がけをしてます。すごいな。なんかほら、手帳術とか日本で結構あるじゃないですか。で、なんか自分の時間は作り出すものだみたいな考え方を結構言ってる人もいるけど、作り出すっていうかホワイトニングって初めて聞きましたね。面白い。なんか、ね、やっぱ朝起きて、その日にやりたいなと思うことをやりたいなと思います。なんか、よく本屋さんの例えを言うんです。本屋に行ってこの本読みたいなって思って買うじゃないですか。でもじゃあ週末に読もうと思って3日4日寝かしとくと、3日4日後にはあんまりそこに読みたいっていうモチベーションがなくて、むしろもう買ったんだから読まなきゃいけないってこう義務に変わってるってあると思う。まあ、積んどくなんかもそうだ。だからモチベーションって腐っていくんですよね。だからモチベーションマネジメントって僕無理だなと。できるんであればやっぱ買った日にそのモチベーションを新鮮なままに読めるっていう状態にある、まあ、そっちのタイムマネジメントの方が大切なんじゃないかなって、まあ、健全なんじゃないかなっていう風のジージーを見てて思いました。確かにモチベーションは確かに鮮度が大事ですね。うん、思うそれ。なんかうまいことやってモチベーションを担保させようっていうね、なんかそこの取り組みって僕は結構難しいなって思っていくタイプだから、そうですよ、すごい。時間に対する前借り発想はすごいですね。私も前借りしてるけど時間の使い方に迷うことが多い。これうちの夫なんですけど、私もそうなんですよ。この前、ね、本当に、日本からインドネシアに入ったら、ジャカルタで5日間ホテルに待機しないといけなかったんですけど、もうね、することがなさすぎて、ちょっと心が病みそうになりました。あ、逆にね。あ、なるほど。うん、まあ、それはね、部屋から出ちゃダメっていう制約があるから、まあ、さらになんですけど、
まあ、Wi-Fi はほとんどつながらないし、テレビつけてもなんかインドネシア語の何言ってるかわかんないし、あのね、なんか、そう、私、ダメだなと思って。たった5日過ごせないのかと思って、結構、うん、ダメージを負ってこっちに来ました。だから、豊富な時間、ね、自由が与えられたときに、それをこう、使いこなすって難しいよねって思います。うん、だからそれって、例えば僕、世界で一番自由な国って、まあ、オランダだと思ってるんですね。うん、で、やっぱり そういう国で自由な環境で育っていくと、なんか自分サイズの自由っていうのが、まあ、どの程度の自由が欲しいのかっていうのが、まあ、見えてくるっていうか、うん、そういう経験ができるんじゃないかな。まあ、日本の場合はこう自由が、あるようであんまりないというか、制度的にはかなり自由は担保されてるんでしょうけど、まあ世間の目っていうなんか、ものすごいこう、わかりにくいものによって、これは不謹慎だって、いろいろ縛られていくじゃないですか。うん、だからなんかこう、すごくこう自由をこう、ま、学ぶっていう意味で言うと、難しい国なのかもしれないなと思ってます。うん、か。でも自由をこう、いかに使いこなせるかで自分の人生のなんか豊かさが変わりそうですよね。うん、確かに。うん、なんかでも、はい、やってみたいです。なんか1週間ここで何も与えられずに、はいどうぞみたいな感じなんかいろいろ考えることね、考えるだろうけれども、それってすっごい有意義な体験っていうかね、いろいろ考えるでしょうね。自分が何が好きで何がやりたいのかとか、なんかすごく、はい、有意義だなって思うし、うん、でも、はい、やってみたいですね。はい、うん、乾さんが面白い考え方、笑い。ユーマさんのその質問、トレジャーアイランドで聞いた。何の質問だろう。トレジャーアイランド？映画？うん、あ、フィジーの。メモリーの荒稼ぎ。荒稼ぎしたいですね、ほんと。ほんと面白い考え。うん。値段がついてないと不安になる。ケニア等でとても感じました。わかる？それ、ほんと。相場がわかんない。日本人も決めちゃうのがすごく苦手ですよね。もう全部こう、なるべくコーヒーとか言われたものでそっかそっかみたいな感じでやってちゃうから、そう、本当に苦手なとこですよね。何もないとこからこう、ね、自分で決めていくっていうところが。そう、だからなんか由美さんとか、旅してた時に思ったと思うけど、そう、日本人は本当にこう、旅人同士の会話で、ぼったくられた、ぼったくられてないってね。なんか、ぼったくられるっていうことをめっちゃ口にするんですよね。それは、やっぱ定価的な概念だと思います。うん、定価があって、それよりも安く買えたって、それよりも高く買ったらもうぼったくられたって。あれ、傷になるんですよね。うわ、みんなが欲しいものですよ。別に、このぐらいの額出して買いたいと思ったから買ってて、買ってるものなのに、ぼったくられたと思った瞬間、ものすごく失敗した。これ買うんじゃなかったっていう。うん、バカなと思います。だって別に納得して買ってるのに、うん、なぜそこにが、だろうっていうふうには思ったりしますけどね。うん、そっか。その多分値段に納得してとかいう感覚すらなさそうですね。あ、そんなもんなんだっていう。そうですね。うん、納得とかも多分そこに働いてなさそうだけど。どちらかというとこう、欲しいから買うよりは、もしかしたらお買い得だから買うっていうか、あ、これ今、50万いらないけど。あるかも。そこにすらなんか自分のこう主体的な、絶対的な魅力を感じて、絶対欲しいっていうところまで至ってないのかもしれないですね。気持ちというか。うん、なんとなくみたいな。お金の一本足打法。お金の一本足打法。お金じゃなくて何？メモリー？そうですね。だから僕であれば、いかに自分が今、自由でいられてるのかとか、まあ家族の絆はどれぐらいあるのだろうかとか、まあそういうものが主観的な資産だと思います。で、そこを、ポジティブな風に
持っていきたいっていう気持ちの方が、まあ、その客観資産を貯めていくっていうことよりも強く思ってます。はい。しゅうなえりちゃん、ピジ行きます。行こう。私も行く。一緒に行きたい。ピジは絶対行きたい。小森愛子さん、ある意味、ステイホームで娘の保育園なし、お出かけの予定なしの日々は、暇やなぁな感覚で、普段気づかない近所に咲いているお花や、川で泳いでいるカモの変化に気づけたり、豊かで幸せな時間でした。うん。そこに気づけてるのはすごいことですね。ね、暇っていうことにフォーカスしてしまいがちですよね。うん、なんかこうやっぱこう日本人が嫌いな言葉で怠けるっていうね怠けるっていうのがすごく怠惰なやつはダメだみたいな、うん、でも怠けるっていう言葉って英語だと2種類あって、まあレイジーが一番多分みんながピンとくる言葉だと思いますけど、アイドルっていう言葉があります。同じ怠けるとで、どう違いがあるかというと、レイジーの方はやらなあかんことあんのにサボってる状態がレイジーで、アイドルっていうのは別にやらなきゃいけないこと別にないんですよ。ないからゆっくりしてるっていうか、そっちの感覚ですよね。で、車のアイドリングとか、まあアイドリングは、車のアイドリングは環境的に良くないって言われますけど、人間は僕はアイドリングがすごい大切だと思ってて、怠けるっていう感じって大に心って書くんですけど、どういう語源なんかなって調べたら、大ってあれ、和らげるって意味があるんですね。だから心を和らげるっていうのが怠けるの、元々の意味なんです。だからそこ、心を和らげるっていうか、そういうタイミングがあんまりないと、どんどん殺伐とした社会になっていくんじゃないかな。だから日本人はこう、ゆとる力っていうか、ゆとりですよね。まあ、ゆとり世代だって言ってみんなこう上から非難してますけど、あれって多分上の年代からしたらゆとり世代が脅威なんでしょうね。怖いんでしょうね。ゆとってない。ゆとれてるやつ羨ましいなしてるんちゃうかなって。うん。確かに。だからゆとる力がなんかすごいこれから大切なのかなと思ったりします。本当ですね。ゆとる力。しゅうなえりちゃん、読みたい本置きっぱなしあるある。うん、私もあるある。私もめっちゃ積んどくしてる。うん。なんか読みたいと思って、こう、買ってるんだけど、うん、すぐ読めないとやっぱ積んじゃいますね。うんうん。ちょっとなんか、積んどくしてる罪悪感が出てきたりとか。あるある。出てくる。買ったんだからみたいな、ね。できないから、なんか、達成感も下がっていくみたいな。だから、もう一個生まれ、僕、だから基本的に積んどくは全くしてなくて、もう、1個溜まったら2個目はもう絶対積まないです。ゼロを取るっていう状態にしてます。いいですね。軽いから。だから、はい、そうしてます。なんか、自分のやりたいことを、やりたいタイミングでやるとかって、教育法でモンテッソーリ教育っていうのがあるじゃないですか。うん、それも子供が今日やりたいことを、その時選ぶみたいな教育本らしいんですけど、なんかね、それに通じるとこあるなと思って、なんか子供もその興味の向いてる時にやんないと、料理とかもそうなんですけど、うちの長男とかやりたいって言ってた時に、ちょっと今忙しいからとか言ってやらせてなかったら、もう全然興味がなくなっちゃったんですよね。うん、そう。そのね、だけ興味がなくなったタイミングでやろうよとか言っても、いや、もういいわ、みたいになっちゃって、興味がないけど、次男はそれをちょっと学んだから、私が。やりたいって言われたら、じゃあ、やろっか、みたいに、こう、ちょっとね、一緒にやるようにしてたら、大好きなんですよ、料理が。なんか、そういう感じで、子供もやりたい時にやるっていうのはすごく大事なんだって思うし、それ大人も多分一緒ですよね。やりたいと思った時に、やれる。やるっていう、こう、できる。っていう時間の余裕とか心のゆとりとかっていうのを持つの大事だなと思いました、うん、小森愛子さん、なるほど、人間のアイドリング怠ける、心を休ませる、うん、そうですね、
太る力、取り入れる、大事です。はい、じゃあ次の質問いってもいいですか。そうですね、何でしょう。さっきデンマークの話が出たので、ちょっとデンマークについてもお伺いしたいんですけれども、なんでデンマークを選ばれたんですか。あ、そうですね、まあ、いろんな理由は実はあるんですけど、簡単に一言で言うと、あの、幸せな大人の背中を子どもたちにたくさん見せたいなと思ってます。で、うん、フィジーは、まあ、もちろんこう幸せな人たちなんで、ものすごい背中が笑ってるというか、いい背中が見れてると思います。あ、大人になったら あんな楽しいんやっていうね、希望を持たせれるような、そういう背中だと思ってます。ただ、まあ、なんかフィジーの大人の背中って、なんていうのかな、子供がそのまま大人になった感じなんです。だ、特に子供の良さがそのままこう残って、無邪気な大人だみたいな、まあ、そういう背中です。だ、それもすごいいいんですけど、まあ、それだけじゃなくて、もう少し違った幸せそうな大人の背中っていうのを、まあ、自分の子供たちに見せたいなと思って、まあ、デンマークっていうのは幸福度ランキングでも常に上位に入る、幸せのスーパーブランド国家なので、まあ、そこの背中を見せれたらなというふうに思ってます。で、まあ、北欧の国の中で、じゃあなんでフィンランドじゃなくてデンマークなんだって聞かれることがあるんですけど、それはさっき言っていた、ちょっと自由っていう言葉とも近いんですけど、僕、デンマークにですね、クリスチャニア自治区っていう、まあ、そう、自治区があるんですね。非常にこう、自由な空気感を持った、ヒッピーの楽園みたいな、日本語で言うとそういうふうに、称されているエリアが、コペンハーゲン、首都コペンハーゲンの中にあります。で、まあ、そこで子育てやりたいなっていうふうに思った。あそこすごい。なんか、まあ、自由っていうか、自由な発想が、そこで、いろいろ培われるんじゃないか。まあ、いろんな種類の大人がいますから。なので、まあ、そういう場所が、なかなかフィンランドとかではなかったんで、なので、デンマークっていうふうに、思いました。まあ、あとは教育とか民主主義とか、まあ、そういうものも、デンマークでは非常にこう、突き詰めて考えられているんで、なんか僕自身もそこは学びたい分野だなと思ったんで、デンマークにしました。今、そのデンマークの拠点ってどうされてるんですか。今ちょっとコロナで行けないかもしれないですけど。そうですね。去年か。去年は4月、5月、6月をデンマークで過ごす予定で、デンマークのツアーとかも立ててたんですけど、でも結局、拠点はないです。エアビーとかで短期間滞在するとか、そういう方向で、やろうと思ってます。で、デンマークなんか学校に入れるとやっぱり、ものすごくお金が外国人に関してはかかってくるから、別に子供を連れて行った時に、学校に通わせるんではなくて、まあ、近所の公園とかで、デンマークの家族と触れ合わせるような、なんかそういうコストをあんまりかけずにですね、滞在したいなという感じで思ってます。なんかそれ本当で、なんだろう、学校に行かなくて、エアビーで家を借りてしまえば、本当どこでもそれ可能ですよね、どこの国でも。そうですね。だから、なんかまあ、旅行くっていうね、言葉、旅の育児っていう言葉があると思うんです。なんかブラッド・ピットとかは、1年間8億円ぐらいかけて旅行くやってましたけど、なんか、まあ別に学校の中で学べることと、別にその外、旅を通して学べることっていろいろあると思うんで、なんか僕はなんか旅行くの方が価値を生むんじゃないかっていうか、まあ差別化できるって言っちゃうとあれですけど、なんか、昨日もちょっとある回で質問を受けたんですけど、不安じゃないですかって、そのフィジーで子育てやってて、不安じゃないですかみたいな。ことを聞かれました。で、まず第一にでも思うのは、僕ら日本人夫婦です。で、子供日本人です。で、日本で教育を受けてる子たちって、もう山のように当然いるじゃないですか。だから、もう少し地球を俯瞰で見たときに、日本人の血で生まれて、フィジーで子育てしてるやつの方がレアなんで、まあ、多様な社会を作っていくっていう中で言うと、別にそういう子供の方が、なんか、必要なんじゃないかって、
そういう子どもも必要なんじゃないかっていう、まあ、そういう視点であの子育てをやってるっていうところもあります。だからフィジー生まれデンマーク育ちで日本人の下の子どもってなんか、まあ、それだけで、どうなるのか楽しみだったりするじゃないですか。なんかちょっと他人事な感じもしますけど、そういう視点で見てたり、します。うん、同じです。私もなんか考え方がなんか日本で生まれて日本で育って日本の教育をきっちり受けましたって人はいっぱいいるわけで、でもそれ普通だからいかにこう変わってるか、うん、うん、違う経歴持ってますとかこんなことできますとか、なんかそういう子の方がこれから生きやすいんじゃないかなって思ってこっちに来たっていうのもありますね。うん、そうですね。結局、どうなるかはまあわからないですからね。わかんないけど、まあ教育の結果っていうか、まあほとんど遺伝だって言われてますから、まあそう言ってしまえば元も子もないですけど、まあなんかだからこそ逆にチャレンジしやすいというか。ふうにも思ったりするし、まあ、僕自身はこうフィジーで子育てをメインでやっていて、さっきの時間ですよね。日本に僕がいたらおそらくフィジーで暮らしているよりもとても忙しい時間がこう足りないっていう状態にまたなるんでしょうから、まあ、フィジーで子育てできる時間が僕にあるんで、子供となんかこう一緒にいる時間がもう大量に持ててるっていうのがなんかフィジーで子育てするメリットだったりするのかなとは思ってます。なんかね、今私ちょうど日本からこっちに来て2週間ぐらいなんですけど、そのね、感覚の時差みたいな感じで感覚のね、ズレがあるんですよ。私も日本にいた時はもうすごくスケジュール上にね、もう真っ黒になるぐらい、手帳真っ黒なぐらい動き回ってたんですけど、こっちに来るとまあね、一日に予定あるかないかみたいな感じでずっとまあ家で過ごしたり子供と過ごしたりしてるんですけど、そうするとね、なんだろう、感覚のズレがちょっと出てきて、日本にいた時ほどうわーってやらないとってあんまり なりにくい。だからある意味自分でこうエンジンをかけないと、この今日のね、ライブ配信とかも、今日だからっていう、なんか準備しとかないとっていうのは、自分でこう、スイッチをね、ちゃんと入れ替えをしないと、なかなかね、こう、こっちの時間軸というかね、感覚にずっといるとね、ちょっと、焦っちゃう時がある。なんかないですか、そういうの。焦っちゃうというか、まあ、やっぱこうモードチェンジをする機会がある程度ないとメリハリが効いていかないっていうのがある、うん、で住む拠点を変えるっていうのはまさにそのモードを変えるっていうか、自分の生活の中に、まあ、変化メリハリをもたらすような、まあ、そういう価値がある。だからまあ強制的に場所をこう住むとこ変えるっていろんな変化が出てくるので、なんかそれ、うん、3回やるとかっていうのは大切な起爆剤になるのかなっていうふうには思ってますね。本当ですね。環境が変わるとかなりその感覚的な部分が変わるなっていうのはすごい感じてますね。またちょっと質問来てるんですけれども、フィジアンは大家族だというイメージがありますが、今まであった家族で最大何人家族でしたか？最大、どうだろう。なんかね、すごく分かりにくい。誰が家族なんだろうって、ね、そこがすごい分かりにくいなって思います。わかる、それ。どこまで家族なのっては、思います、私は。そうですね。だからまあ、語学留学でフィジーに来ていて、で、ホームステイっていう形で、みんな滞在しますけど、1ヶ月、2ヶ月、こう、住んでみても、結局、誰がホストマザーなのか分からないです。そういうことは本当によくあるなと思います。だから何をもってこう家族っていう、線引きをするのかっていうのが、なんかフィジーだと非常にこう見えづらいですね。なんか起きることっていうか、A さんと B さんが付き合いましたと。ただこう、辿っていくとそれが、親戚だったっていうことが、まあよくあるんですよね。すごく。あるんだ。そうですね。だからどこまでがっていうのがすごい分かりづらい。日本だとどんどん核家族みたいになっていってて、
なんか、まあ、逆の動きがありますよね。もうこの、世帯、同じ世帯の人たちだけが家族であるみたいな、なんか、逆に分かりにくくなってきてるのが、レンタル家族っていうね、なんかそういう民間が入ってきて、家族を借りれるような、なんか。どういうこと？レンタル家族？家族がレンタルできるんですよ、日本は。日本発祥の、ビジネス。孤独関連ビジネスと呼ばれるものですけど。へぇー。まあ、アメリカの雑誌がルポで出してたんですけど、奥さんと、奥さんが亡くなってしまいました。娘さんとは喧嘩して出て行ってしまいましたので、パパが残ってます。で、やっぱ寂しいから、奥さんと娘さんをお金を払ってレンタルする。で、みんなで夕食に行くみたいな。で、そこの奥さんとか娘さんには、すごいリクエストが出せるんです。中肉中背の奥さんがいいとか、まあ、自分の奥さんがそうだったから、ね。娘は、なんかこう、父親のこう脇腹をこう、つつく癖があったから、それをやってほしいとか、まあ、そういう、なんか、まあ、フェイクですよね。で、実際その、そう、だからそういうものがあったりするから、また新しい、入っていってるなぁなんて言い方をしてたりします。はぁ、それは、なんか寂しいんですね、じゃあ。寂しいから家族を借りたいってこと。うん、まあ、万人っていうね、まあ日本はそういう状態に今ありますから、まあ孤独ってすごく、寿命にとって悪いんですよね。なんかタバコ、15本、1日吸うぐらい孤独が健康に悪いとか、肥満の2倍悪いとか、そういうデータいろいろありますけど、だ日本の課題、大きな課題はやっぱ孤独っていうところなんだろうなと思います。本当ですね。孤独死ばっかり聞きますけど、そっか、死ぬ前もずっと孤独なんですもんね。そうっすか。遺品整理会社とか、もう日本に8000社ぐらいありますからね。なんか、そういうのはフィジー人に言うと、なんで家族がその遺品を整理しないんだっていうの、ね、確かに、そうですよね。そういう意味でやっぱ変わってるんですね、日本。こっちもそんな聞いたことないし、家族じゃない人もめっちゃ出入りしてるから、誰が、私この前までこの子はこの家の子だと思ってたっていう子が全然違うとこの家の息子だっていうの分かったりとか、そうそう、このママの子じゃないのみたいな、そういうの結構ありますけどね。そうそうそう、すごい分かりにくいですね。なんかそれぐらいもう密に付き合ってるからですね、自分の子のように。そうだね、はい、面白い。フィジアンにとって不幸の定義って逆に何ですか？ありそうですか？なんか、不幸の定義というよりは、なんていうのかな。まあ、もちろん悲しいことが起きたときに、不幸だなって、誰かが死んだときとか、思うんでしょうけど、まあ、立ち直りが早いですよね。すぐ忘れていくっていうか、まあ、忘却力ってことを言ってたりしますけど、どんどん忘れていくんで、視点がそんなにこう過去にとらわれていかないから、まあすぐ立ち直れます。で、基本的にはまあ不幸であることの方が特別なことですね。幸せであるのが特別ではなくて、幸せは標準装備されていて、デフォルトで入ってます。で、たまにそれ誰かが死にましたって言った時に、ああ、悲しいよねって不幸がたまに訪れる。不幸以外は、まあ、幸せですよねっていう感覚があると思います。日本の中で言うと、まあ、幸せって幸せなこともあれば、まあ、不幸なこともあって、ただ、どちらでもないよねっていうことが大半ですよ。そのどちらでもないっていう意味が、記事の中だと幸せにこう含まれていく。幸せの定義が非常に広いから、まあ、不幸の定義はピンポイントだっていう、なんかそういう感じかな。素晴らしい。なんかほら、日本ってみんな幸せになりたいって言うじゃないですか。でも、その、なんだろう。どういう状態になったら幸せなのかっていうところが、多分すごいこう高いところにある
ような感じがしますよね。けど別に日常ね、毎日朝が来たら目が覚めて日常を過ごせていることに幸せだと感じれたらずっと幸せですもんね、人生の大半が。いや、本当にそうだと思いますね。だからまあ幸せってすごくこう特別視する必要がなくて、まあ、僕なんかただの、ガソリンだと思ってます。だから、幸せな状態の時っていろいろやる気が起きるじゃないですか。だから、とっととガソリンみたいなもんなんで、入手してですね、まあ、幸せな状態に自分をこう、ずっとその状態に居続ける、ガス欠を起こさせないっていうぐらいの、なんか、そういうことと思ってます。そうですね。なんか、いくらでも溢れ出てて、なんか足りないなと思ったらすぐチャージできるっていう幸せは大事ですね。そうですね。まあだから目的ではなくて、まあ手段であるっていうふうによく、まあ、たかだかそのレベルのもの、ツールっていう感覚が。本当ですね。その全然感覚の違いですよね、日本とね。面白いな。なんかゆみさん、聞きたいことありますか？そうですね。コロナはどうですか？そちらの国では、今は。そうですね。まあ、市中感染はゼロです。だから、マスクをしてる人は一人もいません。だからまあ、いいな。ただ、やっぱり国境をこうコロナで閉じてるんで、だから、観光業がメインの、この国は大失業時代というか、みんな失業しました。失業したんだけれども、結局、まあ、自給自足したりだとか、まあ、物々交換したりだとか、まあ、そういう術を使ってですね、みんな楽しそうにたくましく生きてるなっていうのが、すごい感想ですかね。まあ、どうやって生きてるのかなって、なんか思ったりもしますけど、まあ、キャッサバっていう芋をですね、庭に植えとけば、風にもあることがない。水もやんなくて、もう勝手に育っていきますから。それは南国の強さなんだろうな。本当ですね。それめっちゃ思います、こっちも。なんか、お米だけは作ってるし、土地だけはあるから、庭、今までほら、草がボーボーに生えてたところがいつの間にか耕されて、なんか、菜園になってるとか。食べるの困らないですよね。日本は四季があって、自然災害も多いから、やっぱり一人一人がこう頑張って何かを作り出していくってことが必要なんでしょうけど、まあ、日本はね、本当、ここが大きなセーフティーネットだなと思います。そうですね。なんかそこのほら、もう、一番困って収入がなくても食べることだけは大丈夫という安心感があれば、まあ心にも余裕はね、出ますよね。食べるために必死にお金を稼がなきゃっていうところにないですよね、意識が。そうですよ。だからまあやっぱりこうお金よりもつながりっていうものをフィジーでは大切にしていて、まあつながっていられたならば安心だよねっていう。だから、まあ、日本の方はすごく不安症候群というか、不安をいろんなところで思う。それはいろんな理由がありますけど、やっぱ一つはこう、つながりが薄くなってるっていうのは、まあ、不安。お金はいくらあったとしても、安定はするんでしょうけど、なかなかこう、安心っていうモードに入っていかないっていうのは、まあ、つながりが欠如してるっていうことなのかなと思ってます。なんか、赤信号みんなで渡れば怖くないよねっていうあの感覚って、みんなで渡るから悪いことしてても別に不安はないよねっていう。だから、みんなでいるっていうことがいかにこう安心っていう価値を、頂戴できるか。そこがフィジーの僕は強さなんじゃないかなと思って。なるほど。みんなでいたらね。日本は本当そのつながりさえもないからやっぱですよね。まあうまく作り出していくことはできるんだろうって、なんか僕は日本人の良さとしてなんかこう頑張って勉強してなんか乗り越えていくっていうか、僕は幸せに関しても
フィジー人は幸せの天才だと思ってます。ただ日本人はこう幸福学みたいな学問を通して努力してですね、あこういうことなんだっていうのを学んでいく秀才タイプだと思って、うん、まあ、いろんなことをこう秀才として乗り越えていくような、なんかそういう賢さはあったりするんじゃないかなと思います。だからいろんなこう孤独って問題だよねってなって、いろいろなあの場でコミュニティ論が語られたりだとか、まあしていくと、こう、勉強して、あ、そうなんだ、今、コミュニティに、そうなんだ、3から5入るのがいいんだ、サードプレイス持たなきゃ、持った方がいいんだとか、なんかそういうことを通して、問題をクリアしていくような、なんか、そういう人たちなのかなって思ってる、うんうんうん。そっか、確かにそうですね。社会のね、違いもあるので、ね、このね、たくさんキャスターが入ってるわけではないので、それなりの人たちなりの、あの、幸せがね、うん、の見つけ方があるだろうから。うん、はい。そうですね。はい。うん。じゃあ、そろそろ、お時間、1時間ほど経ってきましたので、終わっていこうかと思うんですが、最後にですね、ゆうまさんにとっての幸せ、はい、どんなことかなって、さっきもちょっと触れたんですけども、なんか、まあ、さっき手段って、まあ、大したもんじゃないっていう話をしましたけど、なんかやっぱさっきキーワード変化っていうのは大切だと思ってます。どうしても当たり前になっていくんですよね。旅ユミさんなんかもしてたから、まあ、例えば旅先でこうお風呂入ってホットシャワー出たら、おおと、オールドシャワーしかない国とかいっぱいあるんで、でも日本に滞在してるとやっぱホットシャワーが出ることにありがたみはあんま感じないというか、当たり前化していくかな。だからその当たり前化しそうになったら、やっぱこうそれを疑えるような、ホットシャワーって当たり前じゃないよねって思えるような経験をしていくこと、まあだから場所を変えるっていうのはすごい、そういう気づきを得られるなっていうふうに思ったりします。どうしても日本はなんか、まあ、便利な国なんで、例えばこう停電とかもあんまり起きなかったりしますよね。フィジーだと、まあ、あの不定期ですけど、月に1回ぐらい停電になったりします。そうすると、あ、電気めっちゃ大事やんみたいな。めっちゃありがたかったんやみたいな。そういうことを思い出させてくれるような、あの不便さがあるというふうに思うので、だからこう幸せとこう不便っていうことってすごい、あの隣り合わせというか、かななんていうふうに思ったりしてます。はい、ありがとうございます。最後ちょっと質問を、フィジーの学校は何時から何時までで、週に何回行くんですか？子供の学校ですかね、それとも子供の学校かな。子供の学校だと普通ですよ。月から金であって、で、朝9時から、3時半まで、です。語学学校であったら、語学学校はまあ、朝8時半から3時半までっていう時間で、月から金ですね。なるほどですね。乾さん、フィジー行ってみたいな、調べたらコロナでも行けるようですね。カラーズは、通常通り授業されしてるんでしょうか？今はですね、あの留学生をみんな一回返しているので、今は閉じてます。で、ただまた航空機がですね、また飛ぶようになったらすぐ再開するっていう状態には今あります。で、まさにだから再開しそうな、今状態にあるというところです、ね。現実的には3月とか4月とかに再開していく形になると思います。わあ、いいですね。はいな、私も。再開したらね、考えたいなと思います。はい、じゃあ最後にですね、ちょっとユーマさんの方からお知らせがありますので、お願いします。今、出てるのかな？はい、はい。ありがとうございます。南国ライフスタイルラボっていうのをコミュニティをやっていて、まあ、南国の緩い空気をですね、日本にこう植え付けようみたいな、そういう風
イベントを月2回ぐらいやってます。で、今、画面共有してもらってるのは今週土曜日のやつですね。僕たちはもう働かなくてもいいかもしれないってね。フィジーの話ではなくて、近所にですね、ナウル共和国っていう国があって、そこは、国民総ニートと呼ばれる、国民の9割が働いてない。まあ、そこの事例をもとに働くってなんだろうみたいなことをこう考えていくような時間を過ごせたらなというイベントがあるので、もしご興味があれば PTX で後でリンクとか貼っていただけるんですね。なんか募集してますので、どうぞどうぞという感じです。はい、もう一つありますよね、来月のイベントかな。あ、そうですね。2月のやつはですね、なんか、建国記念日の日にやるんですけど、建国記念の日か。なんか、日本人って変わってるよねっていう。そこ、当たり前の事実なんですけど、どうしてもこうやって、例えば今、インドネシアの話とフィジーの話出てましたけど、インドネシアとフィジーって近かったりするじゃないですか。でも、どちらかというと、こう、どこの国と日本を比べても、なんか同じような比較になるっていうか、そんなアクセク働いてる人たちってあんまりいないんで、であれば日本が特殊なんだよねっていうことに、気づいてですね、じゃあ日本の特殊性って3つあるよねっていう話、これはデータが、文化的な研究をしている人のデータがあって、まあ、それをもとにですね、日本人の偏り具合っていうのをまず学んでみようみたいなイベントをちょっとやろうと思ってるので、もしご興味があればぜひ参加してみてください。はい、これはどちらもオンラインで参加できますので、皆さんぜひ参加してみてください。はい、じゃあ今日はゆうまさんありがとうございました。ありがとうございました。次回はですね、アメリカから堀場さんという方をお招きしまして、10年後に欲しい英語力、海外の大学進学を狙うなら小学生で達成したいことっていうですね、テーマでお話をしていただきますので、また次回もぜひ皆さんご覧ください。じゃあですね、今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。また、バイバーイ。